しい楽しいお茶会ですわね。楽しいっていうより完全に怪しい雰囲気なんだけど。あらあら、心外ですわ。お菓子と紅茶、この2つが揃って楽しくないことなんてないですもの。はいはい、それは良かったわね。お菓子を前にそんな顔をするなんて、女の子失格ですわ。なんでそういうことになるのよ。それとも単純にお茶会にお呼ばれすることがごく稀なのかしら、レアなのかしら。うっさい。っていうか何のつもりよ。この前散々食べたばかりでしょ。ええ、それはそうなのですけど、もっと味見したいものがありまして。味見したいもの？それってエネルギー的なもの？それとも食べ物とか？どちらかというと後者ですわ。すっごく美味しそうなのをずっと我慢していたんですの。こらこら、よだれ出てるわよ。ああ、これは失礼しましたわ。私それで考えましたの。お菓子やケーキと一緒に味見すればいいって。それでこんなにいろいろ用意してたのね。ええ、甘い方が食べやすいでしょね、ノワール。はい。素敵なデコレーションですわね。いかにも食べてくれと言っているようなものですわ。おお、ちょ、何してるのよ。まずは感触から楽しんでいるだけよ。ほらほらほら。あら、ここが弱いのかしら。でしゃばりなくせに出てるところは弱いなんて、かわいいですわ。誰が出ちゃ、弱ってきたところで、まずはここから。あ、重い。やめなさい。さあ、次はどこを味わおうかしら。やめなさいってば。一回じゃ物足りないし、もう一回、ここ。やめなさいよ。あーりー。あれ、あ、助かったのかしら。それで、こんなところに呼び出して、どういうつもり？実は、ノワール様の仲間になったら、試してみたいことがあったのでありますよ。ずっとこの時を待っていたであります。そこまで？変な実験じゃないでしょうね。してない？そんなことは全然。
然ないでありますよ。さあさあ、とりあえずこれでも飲んで。これ、限定品のやつよね。実は買い逃してたのよ。仲間の印ってやつでありますよ。本当？ありがとう、ジェネリア。いただくわ。良い夢を見るであります。なんです。さて、準備は整ったでありますか。私と告白し合いませんか。はい。ごめんなさい、沙織、よくわからなかったわ。もう一回言って。私と告白し合いましょう。とりあえず聞くけど、どうしてそんなことを言い出したの。あなたは、あいつが…すみません、実際に愛しているとかではないんです。はい、一体全体どういうこと。いつか来る運命
の瞬間のために告白の練習に付き合ってくださいませんか？告白の練習？なし崩し的にここまで来ちゃったけど、具体的にどんな練習をするつもりなのよ。お互いに告白のセリフを言ってみる、それだけです。分かったわ、一回だけよ。はい、それじゃあ練習の練習から始めましょう。まず書館さんの顔を思い浮かべて、あいつの顔を思い浮かべて、なんでよ。え、だって身近な男性ですし。それはそうだけど、それだと私が意識してるみたいじゃない。え、してないんですか？してないわよ。何言ってるのよ。待って、ノワール様、顔真っ赤ですよ。はあ、そんなわけないでしょ。冗談です。ノワール様、意外と可愛いんですね。あなたこそ、冗談なんて言うのね。普段は言わないんですけど、恋がたきですから。恋がたき？誰が、誰の？ノワール様が私の。まだその話題続いてたのね。まだっていうほど前の話じゃないですよ。まあそうね、そうだったわ。さて、気を取り直してやりましょう。よく考えれば私は下ばかりですし。ノワール様からどうぞ。私から？どうすればいいのよ。自分の思うままの言葉を伝える、ただそれだけです。さあ実践ですよ。こうなったら完璧な告白見せてあげるわよ。その息ですよ。こんなところに呼び出してごめんなさい。でもどうしても伝えたいことがあって。最近ね、一人でいると変なことばかり考えちゃうの。今あなたがどうしてるのかなとか、連絡したら出てくれるかなとか。私おかしいわよね。でも仕方ないのよ。だってあなたが私をおかしくするんだもの。すごい、すごい迫力。これがノワール様の本気。あなたがそばにいてくれれば私は他に何もいらない、望まない。一緒にいてくれる？ノワ